ダビット・ダンジェによるビュルヌフのメダル・ウジェーヌ・ビュルヌフはフランスの東洋学者、インド学者かつイラン学者として仏教とゾロ・アスター教を研究した。ビュルヌフは巧妙な古典学者であるジャンルイ・ビュルヌフの子としてパリに生まれた。サンスクリットをはじめは父に学び、後にコレージュとフランスでシェイジーに学んだ。ビュルヌフは1822年のアジア教会。 創立時からの会員で、1829年には、初期に就任した。1829年から高等師範学校で、比較言語学を教えた。1832年に、シェジーが没すると、その公認としてコレージュドフランスのサンスクリット言語、文学の教授の座に就いた。同年、非文、文芸アカデミーの会員に選ばれた。1838年には、 シルベストルドサシの公認として、王立印刷局の東洋書後の活字の監査官を務めた。1852年に、非文、文芸アカデミーの終身初期の地位を与えられたが、同年没し,した。ビュルヌフは、パーリン語を研究した。1840年以降、バーガバタプラーナの翻訳を出版した。イギリス東インド会社のためにインドとネパールで、 働いていたブライアン・ホートン・ホジソンは、ネパールで多数のサンスクリット写本を得、1837年にパリに送った。ビュルヌフはその中に含まれていた、ホッケ業の写本を翻訳した。その後1845年に別な写本がホジソンから送られてきた。1844年には、大著、インド仏教史除雪を表した。 この著書は仏教に関するヨーロッパ発の学術的モノグラフだった。俗巻の準備もしていたが、完成することなく没した。ホッケ行役中の出版には慎重であり、没後の1852年に門人のモールによって出版された。生前の1843年に第五章のみが交換されている。ビュルヌフはアンクティル・デュペロンによってもたらされた。 ベンディダードサーで写本をリトグラフ出版した。1833年には安名の注釈書を表したが、この書物は単なる注釈にとどまらず、アベスター文字の音化を改良し、アベスター語の文法と語彙がまとめられており、イラン言語学の基礎を築く著作だった。ビュルヌフは、アベスターが複数の時代に書かれたものであることを指摘し、また、レーダー語とアベスター語の類似を、 しばしば指摘した。1836年に古代、ペルシア設計文字比文をアベスター語と比較し、グローテフェントが誤って読んでいた Z と K を正した。ありがとうございます。